平穏な秋葉原に非日常的な銃撃戦で注目を浴びた作品、秋葉メイド戦争。今回の2話はあいつの面影が見えました。はい、どうもです。はい、今期の変わり種と言いましょうか、秋葉メイド戦争。1話から野蛮に波乱な展開で心をつかまれた視聴者も多いんじゃないでしょうか。いや、確かこの作品アニオリだったと思うんですけど、いや、前期の夏アニメに引き続きアニメオリジナルでも面白い作品出てきてくれて、個人的にちょっと嬉しいです。いや、まあ俺アニオリ大好きマンなもんで、まあもっと言うとトリガー大好きマンなんですけど、いや、まあ話すと長いんでちょっと無視していきましょう。はい、ということで前回の1話語らず今回の2話を語っていきますけども、この秋葉メイド戦争、みんなの感想などあればぜひコメント欄に書いてみてください。それでは本編の方に参りましょう。はい、今回はツインテールのキャラクター、ゆめちが目立つ回でしたね。おそらくですけど、このアニメで一番人気が高いんじゃないでしょうか。ちなみにみんなは誰が好きですか？当然俺はゆめち。このゆめち、営業の時は可愛こぶってるのもまあいいんですけど、まあ普段のやさぐれ感が個人的には刺さりましたね。女性として魅力的に見えたとかじゃないんですけど、この作品他が変なキャラが多いんで、一番まともだからって言った方がいいんですかね。今回で見せれたかどうかわかんないですけど、頭脳派っぽいポジションじゃないですか。まあそういうとこからこの店の屋台骨になってるんだなっていう感じで、個人的にちょっと好きなキャラクターですね。あとやっぱ、まあ逆的ポジションで言うと店長ですよね。この店長、楽観的だったり信用ハードルが低かったりで、ちょいちょい垣間見えるクズ味がいいんですよね。しかもそのクズ味がこの作品において結構いい立ち回りしてるんですよね。一話とかでも説得してるシーンあるじゃないですか。あれって言ってる言葉はまあ正しいかなって思うんですけど、中身薄っぺらでスッカスカの中身なんですよね。でもみんなを一時的に説得するんで、こいつもしかして優秀なキャラクターなのではってちょっと思っちゃうシーンもありますね。でも店のピンチは全部こいつのせい。まあそのクズ味が生きて今回もいい感じでカスギャンブルアプリを見せてくれましたね。クズでカスですけど憎めないキャラクター、嫌いじゃないですね。あのナゴミがスロットで勝ってる時に、じゃあこの辺でちょっとやめましょうかみたいなのがあって、そこで店長が、いやまだ回えるみたいな、余力ができたんだからまだ回そうみたいな、ジャグラー打ってる時の俺みたいなこと言ってるんですよ。あの最初やり始めた頃ってちょっと当たったら利益がまあ1000円2000円だとしても、こっから当たんないだろみたいな感じで帰るんですよ。ちょっとやり出すともう止まんねえっつって、まだ出るっしょまだ出るっしょっつって打つんですよ。それが店長にはありました。その結果この顔になってましたね。帰りのバスの俺これです。皆さんもギャンブルとかほどほどにした方がいいっすよ。もう俺はそこまでどでかく負けたことがないんで、まだやってても大丈夫だと思います。あー、クズまっしぐら。はい、ってな感じで2話もどちゃくそ面白かったんですけど、2話は個人的に好きな部分がありまして、というよりも今回ギャンブル界ってのもあって、話の導入の仕方や序盤の内容にサブタイトルが、完全にとある作品なんですよね。それがモノマネのほとんどが実写化でおなじみカイジでございます。いや、これね、インフルエンザの時とか死ぬほど落ち込んだ時によく見るくらい大好きな作品でして、このカイジアニメだと逆境ブライカイジとかなんですけど、漫画だと賭博目次録カイジなんですよ。そして今回の秋葉メイド戦争のサブタイトルが賭博萌えキュン録ゆめち。いや、完全に一致してるんですよ。そして今回秋葉メイド戦争の話の導入が、借金をして借りた金が少ないからって貸してくれた人の紹介でカジノに行くんですよ。そんでこれカイジだと遠藤さんっていう、多分カイジと絡んだ中で一番儲けた人がいるんですけど、この人が金貸しやってて、カイジが金返せないからその人の提案で希望の船エスポワールに乗ってかの有名な限定じゃんけんをするんですよ。そんで遠藤さんもその裏でエスポワールに1枚噛んでるんですよ。まあカイジも金貸しにうまく丸め込まれてギャンブル会場に行ったんですよ。いや、まあいろんなとこカイジに似せてきて、もう今回見ながらワクワクウッキウキしてました。しかも最後のポーカーのギャンブル負けたら強制労働ってのもいいよね。だけど行くとこ地下じゃなくて漁船なんだね。全然関係ないけど、俺高校受験受かりそうになくて、親が俺の就職先としてマグロ漁船探してました。ちょっと行ってみたい欲はあったな。はい、秋葉メイド戦争2話でしたけども、結局最後は銃撃戦で沈めてましたね。見事なグレネードで決着でしたけども、あの爆発なんかバキで見たことあるよね。ドイルが新進会で見せた粉塵爆発の時みたいな。で、前回の銃撃戦に引き続き、V シネとかでよく見る爆発が見れましたね。なんかこの作品人形物とか、そっち系をなんか題材にしてるような感じしますよね。これ思ったより年齢層高め狙いで行ったんですかね。俺よりちょっと年上な方しか V シネとかわかんないと思いますけど、あんま俺ら V シネ世代じゃないんで、わからないとこ多々ありますけども。逆に知らないからこそ演出が新鮮に見えるんですよね。そして今回の2話の感想、皆さんあればコメント欄に書いてみてください。それでは今回の語りは以上です。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。